今回は仮面ライダー星4号キャラ使っていこうと思います。で、あの水のやつが反射だから、まあ、艦隊で使いたかったんだけど、まあ、ちょっと使えないね、ちょっと難しいから。だから仮面ライダー02艦隊でもよかったんだけど、なんかアルカディアワンパンみたいな感じで動画見たから、もしかしたらゲージ飛ばさないかなと思って連れてきた。あとなんか防御ダウンするよね、これ。SH 使えば見るのやつ。これで、はいはい。だからピンチになったら、SS ブッパみたいな。これで、はいはいはい。で、かわしてんのか。いやー、これかわしてやがる。はい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 。いや、これで置いて、こういって、はい。でここで下るとめんどくさいから、とりあえず早めにこのサメ処理したいね。これで、はいはいはい。多分これでもいけるんだけど、友情を出したいから、これで、はいはい。あ、結構削るね。これで、はいはい。でこれがブロック持ってるから結構動きやすいんですよね。はい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 。で、まだ SS 溜まるの早っ。ここをこう、はい。でこれで剣壊した。でこれ多属性にしては結構強い方だと思うんだよね。これで、はい、ほら。で前のチカちゃん艦隊の時の動画ピックアップしてると思うんだけど、チカちゃん艦隊の時も結構強かったんだ。だからそれと大体普通に強い。でチカちゃん艦隊は友情がめちゃめちゃ強かったから当たるだけで普通に溶けてたんだけど、これで、これはキラーアササって結構殴りも強く友情も割りかし強くみたいな感じで結構バランス的にいいね。これで、ほら、お、結構削ってくれるんですよね、これ。こんな感じに。だから新規の人は今もう見やかな勝てませんよみたいな感じの人は、今仮面ライダーコラボのガチャをパッとこう引いて、もうこれさえ出ればもう勝てますよ。これで、適当にこうやって動いてても普通にサクサクっとこう削ってくれる。これで、これ回復するか攻めるか、キラーね、回復するか使うか結構迷うところなんですね。これでこういって、はい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 。
欲しいと、これで、はい、はい、でこの友情をしっかりとこの雑魚に当てないと結構めんどくさくなってくるので、これで、はい、はい、こんな感じね、こんな感じにちゃんと雑魚に当てないと、当たっちゃったか。なるべくは回復早めに出すと後半から結構うっ、おっ、ちょっと待って、これで、これで、はい、あ、強っ。で回復はなるべく早めに出さないよりは後々から出した方がいいんですよね。こうやってこのスイッチを置いておいて、はい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 、彼方の楽園は俺たちが守る。で、これ使ってみようか。これでどのくらいのダメージ出してくれるのか。多分全く厳選してないからワンタンも多分何もしてくれないと思うんだよ。でも防御ダウンしてくれてるから、でもここ一切回復ないんですよね。だからここでとりあえずとりあえずね、回復ないから一気に早めに突破してラスゲに行ってSS をぶっかするっていうのもあるかもね。俺たちが守る。で、じゃあこれでいけんな。これで、そう、はい、で、はい、大雑魚倒した。で、右ね、水のやつがバハム、お、着点、お、これでバハムート倒してくれる。バハムートめっちゃ硬いんですよ、あれ。これで、おお、はい、はい、うわっ、うわ、残ってる。いやー、次に浴びろくん。これで浴びろくる前に倒したいから、これで魚倒して回復出してくれます。次に攻撃ないから、で次のターンがレーザー降ってくるから3万は飛んじゃうから、回復して3万くらいはとりあえず回復すればなんとかなるので、3万1000あればなんとかで、3万1000、3万1000、おお、ちょっと待って、これで3万1000、2ターンはワンチャンなんとかなるから、で、はっ、はっ、え、2万3000、2万3000で、次が確かフォーミング、あ、次はあれか、 HP4 か、はい、お、結構やるね、HP4 からの確かフォーミングで、これで倒しきれなかったらもうあれだね、もう負けだから、もう、はい、帰ろう、はい、全てが危ねえ、よかった。もうラスゲのフォーミングがめちゃくちゃ痛いから、もうこれで、はい、お願いします。